すみません、トランプ元大統領ですね、このすごい話題で重大発表があるということですね。はい、何があるのかということですね。はい、それで、私はですね、私は、トランプさんですね。トランプさんは、どういう方かっていうのはですね、結構長い間勉強してきてるんですけども、ただですね、ただこの魂のレベルではわからないんですよね。魂のレベルでは、何も否定できないということでですね、これはわからないっていうことでですね、ちょっと最近いろいろ訂正してるんですけども、わからないですからね、人の心だけはですね。これはトランプさん、だけではなくてね、いろんな方ですね、最近話題の高須クリニック先生とかね、フリーメイソンですよね、あと須藤元気さんもフリーメイソンですよね。で、フリーメイソンっていうのは東京タワーの下にありますね。もう誰でも知ってることでございます。はい。で、何でしょうね、モーツァルトの最後の曲、モーツァルトの最後の曲が、レプティリアンでございますね。はい、モーツァルトの最後の曲がレプティリアンです。モーツァルトっていうのは、モーツァルトを知らない人もまだいるかもしれないので、タン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 っていう曲をですね あとね、タラララタラララタラララってこうトルコ行進曲っていうのがね、あるんですけどね、タラララタラララってね、モーツァルトでね、こう YouTube 見ていただくといっぱい出てきますので、はい。はい、モーツァルトの最後の曲はレプティリアンで、モーツァルトさんもフリーメイソンですね。あと、ショパンはこの音楽家とか、みんな多分もうほとんどそうなんじゃない、フリーメイソンかフリーメイソンと関係があるとかですね、そういう感じだと思うんですね。もう宮廷とかそういうところに抱えられてるわけですからね。抱えられてるわけですよ。今ですね、この御用学者っていう言葉が、いつから出始めたのか わかりませんけどね、御用学者ってね、何それみたいなね、いろんな言葉がですね、誰でもご存知のことと、知らないのは私が一番知らないかもしれないとかね、そういうこともあるわけね。昨日はね、おまんじゅうがね、淡路島のおまんじゅうがなんか随分再生されてね、ありがとうございますっていう感じでびっくりしましたね。なんかね、軽い気持ちでね、喋ってんですけど、いつもね。そんな、あとね、あれもあったんですよ。ほら、それも、ハイネケンのフリーメイソンのビールがあるみたいですね。ハイネケンのね。それ出てきましたね。いっぱいあるんでしょうね。まだまだね。私が知らないだけでですね。はい。それでですね、この創価学会なんですけども、創価学会が、ファイザーとかグーグルさんをね、オラクルとかツイッターとかね、支配されてるわけでございますね。これはね、載ってますので、ツイッターとかね、創価学会とかね、グーグルとかね、ファイザーとかそういうので検索していただくといっぱい出てきますので、これはですね、株をどんどん買っていくわけですね。で、これは別に、株を買うのは自由なんですけれども、ね、創価学会さんっていうのはもう無限の富がありますのでね、無限ですね。もう無限の富でどん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 、もう株の、売買とかじゃないんですよ。売買じゃないんですよ。もう買いまくるんですよ。この瞬間も買いまくってんですよ。もう世界中の企業の株をですね。
創価学会ってすごいわけですね。すごいんですやっぱりね。で、それは私はですね、何をされようが、まあこの世はですね、自由ですからね。株買っちゃいけないのかって言われたらね、それは何も言いませんのでね、いやいや、どうぞどうぞと言うしかないわけですね。で、トランプ元大統領のお父さんも創価学会の、偉い方だと思うんですね。まあ、詳しくは、まあ、ちょっとまだそこまでやってないですけど、トランプ元大統領の、お父さんはね、まあ、創価学会の偉い方だと思いますね。お金はいっぱいあるしね。それでですね、多分統一教会とも関係あるんですよね。なんでかっていうと、トランプさんはもう統一教会、統一教会の方かどうかはわからないけども、統一教会と、もう密接な関係があるんだね。それはまた、トランプさんと統一教会ってね、こう、ツイッターとか検索していただければ、もういっぱい出てきますので、それと、まあ、これはまあ、ずっと前から分かってるんですけど、まあ、ちょっと昨日ね、ページをまた作ったんですよ。ただね、まあ、わからないですかね。魂レベルではわからないのでね。魂レベルでは何もわからないので、まあ、そういうことでですね、正義の味方、かもしれないし、わからない。まあ、あとはですね、私的には、まあ、いろんな方の、あるんですけども、超次元ライブっていうのでね、トランプ大統領ってちょっとだけやってくれてますんで、超次元ライブってね、まああんまりね、波風が立ってもあれだっていう感じで、まあもうだいぶ古い動画なんでね、あとはまあまあ宇宙人の話とかがね、最初の方、超次元ライブの最初の方にこうよく出てくるんで、スターウォーズですね。スターウォーズですよ。そういうことでですね、いっぱいね、宇宙の話ね、フラットアースとかね、まあ、いろいろですね。そういうことで、まあ、どんな重大発表があるのかということでですね、まあトランプさんのね、やっぱりまあ、信じてるっていうか、そういう方も、もう本当に多いっていうか、もう全然衰えないんでね、わからないですけどね、魂のレベルがね、やっぱりですね。でも、まあ、普通の人ですよ。不動産屋のおじさんなんですよね。不動産屋のおじさんなんですよ。それで、まあ、株主がロスチャイルドなんですね。トランプ・オーガナイゼーションの、オーガナイゼーションのですね、これはもう、もう、絶対っていう言葉は使っちゃいけないけれども、トランプ大統領の会社の株主は、ロスチャイルドさんですね。資金を提供してもらってますからね。で、いや、そんなことはないと。いや、それはですね、インターネットにたくさん載ってますのでね。載ってますのでね。それは間違いないと思いますよ。それから、イルミナティカードっていうの出てきますね。イルミナティカード。それから、まあ、いつも話題のね、お味噌チャンネルとか見てるとですね、お味噌チャンネルさんとか見てると、こう出てくる、エプスタインさんですね。エプスタインさんですね。エプスタインさんと、もう本当に深い親友ですね。深い親友ですね。で、トランプ大統領も レイプしたってね、こう訴えられてるのがね、なんか
いっぱいあるのかな、いっぱいあるみたいですね。うん、まあだから、まあそういうのもね、お金の力でね、うん、まあどうにでもしちゃうと思うんですけどね、結局はね。うん、だからまあそういうのがいっぱい載ってるんで、それで英語が分かればですね、英語が分かればもっといっぱい日本語でだけでさえこれだけ出てるのにですね、英語が分かればもっといっぱいね、あのインターネットに出てると思いますよね、うん、アメリカ、だからアメリカの方もみんなだから分かってんのか分かってないのかもうなんだか分かんないけれども、やっぱりですね、この三角ピラミッドの構造を考えればですね、うん、ただのこう不動産屋のねおじさんがですね、なぜこんなカリスマになれるのかっていう、うん、ことだと思うんですね。人間ですからね、ただの普通の人ですからね、人間、同じ人間です、我々と同じ人間なんですよ、うん、違うのはお金を持ってるってぐらいでね、うん、だから、まあ、お金を持ってる人が偉いっていう風潮はだいぶ消えてきてはいると思うんですよね、うん、別にお金持ってたからって偉くないわけですよ、うん、誰が偉いのかって言ったら誰でも偉いわけですよ、うん、どんな、うん、人間だけじゃなくてね、うん、動物だって偉いわけです。特に今はね、にゃんこさんが一番偉いんですよね、うん、あの人の心をですね優しくしてくれるわけです、にゃんこさんがね。だからにゃんこさんの動画ばっかり再生されてねすごい、まあ、にゃんこさんだけじゃないですけどね、うん、ということで、まあ分かりませんけどね、私にはね、まあそこは、うんうん、でも、まあ、こうやってね、証拠っていうかね、うん、いろいろ出てるわけですよ、うん、もっといっぱい出てますね、今その喋りきれませんので、はい、うん、ただちょっとね、うん、マッチポンプっていう話をね今までいっぱいしてきたんですけれども、うん、だから両方用意するんですよ、ね、両方用意するんですよ、正義と悪と両方用意するんですよ。でだからモーツァルトの最後の曲はレプティリアンとも言いましたけれどもね、その人間同士がですね、あの争うのはね、もう別にどうでもいいわけですよ、どうでもいいわけですよ、あの、うん、このとピラミッドの頂点の人から見たらね、人なのか宇宙人なのか分かりませんけどね、もう何してくれようがもう全然、うん、関係ないんですよ、うん、だから本丸に行かないといけないわけですね、本丸っていう言葉がありますよね、うん、本丸に行かないといけないんだけど、うん、だからそこが、それがどこにいるのかとか、うん、ね、物質なのかっていうね、物質なのかってね、物質でない宇宙人もいるわけですね、物質ではない、目に見えないとかね、まあまたそういう話もね、超次元ライブいっぱい出てますんでね、あの精霊とかですね、妖怪とかね、うん、そういうものがいるってことなので、そういう話とかですね、もう本当にこの終わらないですね、話がね、うん、だから、まあ、今回はこんくらいでですね、はい、どうもすいません、はい、トランプ大統領の重大発表ということでございますね、元ですね、まあ、元で、うん、あとあれもあるじゃん、コルナサインっていうのあるじゃん、コルナサインっていうね、3パターンあるんですよね、3パターン、3パターンあるんですよ。あと最近流行りのなんかチョッパリーピースっていうね、チョッパリーピースっていうのがね、もうじゃん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 毎日出てきますよね、うん、まあ、そういうのもありますね、うん、忠誠の証ですね、うん、はい、だからそういう忠誠してて楽しいのかなって思うんだけどな、私はね、わからないですけどね、まあどうしようもないんでしょうね、やっぱり、うん、逆らえないってことですよ。はい、どうもすいません、失礼します。